理想郷にて、わらわはそなたに対し最高のもてなしをした。そしてそれはこれからもそれ以上の楽しい日々が続く。なのに、それでも人間の世界を選ぶそなたには、人間の世界にて魔女の閲楽以上の楽しさがあるというのか。はい、人間の世界にだって魔法に負けないくらい楽しいことがあります。バカな、あるわけがない。いいえ、あります。では、私はこれで失礼します。お茶、本当に美味しかったです。わからぬ、わからぬ。わらわは全てを無限に手に入れられる偉大なる黄金の魔女。そのわらわに、そなたは手に入れられぬものがあると、そう申すのか。はい。知りたい。全てを手に入れたと信じるわらわが、未だ手に入れておらぬものとは何なのか教えよ。多分あなたはもうそれをご存知と思います。だから私をここへ招いてくれたのではないですか。魔女を煙に巻くというのかではこれでここに住むことはできませんが、お茶会にお誘いくださった時には必ずお伺いしようと思います。もう呼ばぬわ。安心するがよい。リーチェ、気にすることないわよ。気にもする。ああもガツンと言われてはな。夜明けも近いから早く睡眠に戻りたいだけだったんじゃない。わらわが知らず、そしてシャノンが知る閲楽とは何か。わらわの理想郷になくて人間の世界にのみある何かとは何か。わからぬ。知りたい。難しいこと考えたって頭痛の種に水をやるだけだわ。シャノンの代わりなら私が務めてあげる。私たちで楽しくお茶会を過ごしましょうよ。もう茶会の気分ではない。そなたとの茶会はもう飽きた。あらあら、釣れないわ。何をわらわは持たぬというのか。何を。どうぞ、お足元にお気をつけになって。ありがとう船長さん。お体本当に大事になさってね。わしの友人にな。
肩こりによく効くっちゅうのを飽きなってるのがおるんや。次ん時試供品もらってくるで。いえいえ、お気遣いをありがとうございます。ほーらガキども、いつまではしゃぎ回ってやがる。とっとと降りろい。ほーらマリア、ママと一緒にお船を降りましょうね。アスミ、大丈夫か？お前は本当に乗り物がダメだな。ようこそ六軒島へ。長旅を大変お疲れ様でございました。旦那様、奥様、親族の方々がご到着なさいました。では私は親父殿に声をかけてくるとしよう。お願いします。私は皆様方をお迎えします。あ、シャノン、この窓枠を掃除したのは誰ですか？まだ埃があるではありませんか。大急ぎで拭きなさい。かしこまりました、奥様。親族会議の日の六軒島は普段と何が違うのだろう。それは絶対賑やかさ。これだけの子供が集まることはないものね。大人たちにとっては緊張感を強いられる日だったろうけれど、僕たち子供にとっては仲良しのいとこたちと一度に会える素敵な日だったね。夏はいとこたちで海ではしゃいだし、冬は冬でいろいろゲームをして遊んだっけ。俺たちにとっては親族会議ってのは楽しいもんだったぜ。それは私もだぜ。母さんなんかは粗相があってはダメとかうるさかったけど、私にとってもいとこみんなで遊べる楽しい日だった。何しろ普段の六軒島には何もねえんだから。すげえお屋敷に住んでたり、プライベートビーチがあったり、ガキの頃は羨ましいと思ってたけど、ジェシカの身になって考えるとさぞや窮屈だったと思うぜ。だろうね。六軒島には本当に何もない。友達の家もお隣もご近所もない。ジェシカちゃんの気持ちを考えると少し気の毒に思うよ。だから私にとっては親族会議の日は本当に特別な日。はしゃいでふざけて、まるでお祭りの日みたいな気持ちだった。徹底的に悪ふざけの限りを尽くしたぜ。大人たちは小難しい話ばかりで、あっちで遊んでなさいってことになったなら、年の近いいとこたちが3人はしゃぎ回らないわけがない。いや、3人じゃない、4人だったよ。エンジェは生まれてないし、マリアはまだ一緒に遊べるような年じゃないわ。違うよフルフル、年が近いのはいとこだけじゃないよ。シャノンちゃんだよ彼女も俺らと同じくらいの年だったからな。母さんが使用人のことは話すなとうるさかったけれど、私とシャノンは少しずつ交流を深めていったよ。六軒島で最も年が近い唯一の女の子だったんだから。僕たちとシャノンの4人は仲良しだったんだ。親族会議の時はいつも楽しく遊んでいたよね、シャノン。はい、奥様に知られれば
お叱りを受けることと分かってはおりましたが。叱らせなんかしねえぜ。シャノンはずっとずっと私の気持ちを唯一理解してくれる親友だったぜ。ありがとうございます、お嬢様。あの日も僕らはバラ庭園を、そして浜辺を駆け回ったよ。ただ駆け回ってふざけ合うだけが最高に楽しかったな。だな。この時ばかりはシャノンちゃんも年相応の笑顔を見せてくれたぜ。ちょっとはしゃぎすぎてたかもです。お恥ずかしい。今でこそバトラも立派な身長だけど、当時は私やシャノンの方が背が高いし力も強かったっけ。当時の俺は成長がちょいと遅かったからな。成長が遅い方の方が背は伸びると聞いたことがあります。そうだろうな。シャノンちゃんの胸もあの頃は全然こんなじゃなかったもんな。そんなことはないよ。シャノンだってあの頃からもう女性の魅力を持ち始めてたよね。どうでしょう。女性の魅力ってなんだよ。よろしい。いや、あの頃はまだ俺も可愛かったな。夏服の肩からチラリと見える日に青い春の稲妻を感じたもんだっす。ジョージの兄貴と一緒にシャノンちゃんの胸はいくつくらいか夜にこそこそと話し合ったのが懐かしいぜ。そうなんですか、ジョージ様。おそらくは大いに誤解のある話だと思うよ。僕は男女の成長の違いについて人生の先輩として講義をした記憶はあっても、いとこ同士での夜のワイドンはむしろ健全な発育の証であって、その、いやー、みんなでいとこ部屋で深夜になるまでそういう話をしてたっけな。隣のクラスの誰々がキスをしたらしいとか、サマーキャンプで素敵だなと思ってたこと手をつなげちゃったとか、誰々は自分に気がありそうでとか、なんとか、なんか恥ずかしくて全身が痒くなってきたぜ。いいじゃないか。それもまた青春の甘酸っぱい1ページ。男女を意識し合うところから一番最初のピュアな恋が生まれるの。ただ男女で一緒にいたいだけという、とてもシンプルでピュアで、それでいて高潔な最初の恋。素敵だわ。年頃の少年少女たちが愛の世界を思い浮かべながら語り合う。そんなこともありましたでしょうか。何をとぼけてるんだか。耳まで真っ赤になりながらもシャノンちゃんが一番興味津々って感じだったじゃねえかよ。興味津々なんてことはありませんでした。私はその、皆さんよくいろいろなことをご存知だなと、その、うん、
シャノンが一番かまととぶってて、そのくせ興味津々だった。一番むっつりスケベだった。そんなことありません。そんなことありません。お嬢様嫌いです。そう、いつもこんな感じ。昼は子供らしくはしゃぎ合い、夜は枕を寄せて秘密の話に花を咲かせた。それら全部をひっくるめて、どれも懐かしいね。エッチな話をひそひそして、親の汗音が近づいてきたらガバッと布団に潜って寝たふりしたりとかあったな。あったあった、修学旅行かっつーの。あの、全員同時にガバッと隠れる感じ、暗黙のルールみたいな感じというか、妙な連帯感というか、あの感じがすごい好きでした。ま、とにかくそういう話だけじゃなかったよ。他にもいろいろあった。僕たちはまさに青春を謳歌し合っていたよ。これは何だというのか。子供同士が群れてバカバカしい遊びに熱中し、くだらぬ話題で盛り上がる。これがそなたの見つけた魔女の閲楽にも勝る人間の閲楽だというのか。はい、あなたにはこれが楽しくは見えませんか。退屈とは言わぬ。だがこの低俗なはしゃぎ合いが全ての望みを叶えられるわらわの理想郷よりも勝るとは消せぬ。人と触れ合うことはとても楽しいことなんです。もちろんあなたの世界も楽しいものだと思います。それでも私はこちらを選びます。わからぬ、わからぬ。教えよ、そなたは。このような低俗なはしゃぎ合いの中に何を見つけたというのか。知りたいですか。知りたい。恋です。これ前に約束した推理小説。ありがとうございます。お借りしますね。いいよ、シャノンちゃんにやるよ。俺はもう読み終わっちまったし。そんなもらってしまっては悪いです。高いものでしょうし。バザーでほんの何百円かでまとめ買いしたやつだから気にするなって。それより早く全部読んで、またいろいろと議論をしようぜ。シャノンちゃんといろいろ議論するのは楽しいからさ。はい、私も楽しいです。ミステリーは一人で読むよりも二人で読む方が楽しいですよね。議論したり妄想したりするのが楽しいよな。ミステリーは読んで半分を楽しみ、読んだ人間同士で語り合って初めて全てを楽しめるってのが俺の持論だぜ。